ミケル首都は初期フランドル派の画家。レバル出身で画家としての生涯のほとんどをカスティーリャ城をイサベル一世やハプスブルク家などの宮廷画家としてスペイン、ネーデルラントで送った。首都はこの時代で最も重要なフランドル派画家とみなされている。 死闘は1468年か1469年に、レバルの裕福な家庭に生まれた。父親は、フランドル人で、画家、彫刻家のクラベスファンデルト闘で、母親は、富裕な商人の娘で、スウェーデン系フィンランド人のマルガレーテ・モルナールである。三人兄弟の長男で、クラウス、ヤスペルの二人の弟がいた。 1479年から1482年まで、父親の下で絵画を学んでいたが1482年に、父親が死去する。その後1484年から1488年に、かけて、当時のネーデルラントでも屈指だったブルフヘの、ハンスメムリンクの工房で学んだ。死闘はブルフヘのギルドでは、マスターの資格は得ていない。この頃から、 すでに肖像画家として生計を立てていたと考えられており、イタリアを訪れるために南方へと旅した記録が残っている。死闘は1492年からカスティーリャ城をイサベルの宮廷画家としてスペインのトレドで活動している。イサベルは学者や芸術家たちを複数の国から招聘していた。ウィーンの肖像画、1503年頃死闘は イサベルの宮廷内でメルヒオ・オルアレマンとして知られるようになったが、神聖ローマ帝国皇帝マクシミリアン一世やその娘マルグリット・ドートリッシュの書簡に書かれているミカル・フラメンコという画家も死闘のことを指していると考えられている。死闘はイサベルの宮廷内で最も多額の報酬を得ていた芸術家で年間5万枚の金貨銀貨を受け取っていた。 不安デフランデスが死闘に、ついで高額の報酬を受け取っていたが、デフランデスの年俸は2万枚の金貨銀貨だった。死闘と、デフランデスは、イサベルのために共同で、イエスと、聖母、マリアの生涯を描いた一連の、小さなパネル絵を作成している。公式にはイサベルが死去した1504年まで死闘が、宮廷画家だったと記録されているが、実際は、その2年前に、 スペインを離れていた。イサベルの娘フアナと結婚したハプスブルク家出身のフェリペ一世のために、おそらくフランドルで活動しており、サボヤコフィリベルト二世の肖像画を描いている。死闘の作品だと考えられている。ヘンリー七世の肖像画死闘は1503年から1505年にロンドンを訪れたとされるが、記録は残っていない。 現在ロンドンのナショナルポートレートギャラリーが所蔵するイングランド王ヘンリー7世の肖像画は死闘の作品だと考えられている。この絵画は後にハンス・ホルバインらが君主の肖像画を描く時の手本となった作品であるが本当に死闘が描いた絵画かどうかは不明となっている。また、ウィーンの肖像画に描かれているのが本当にカタリーナ・デ・アラゴンで 死闘がイングランドを訪れた時に描かれたのであれば、夫でヘンリー7世の王太子アーサーと死別した直後の肖像画になる。ミケル死闘の聖火フェリペ1世は1506年に死去し、イサベルに続いてまたもパトロンを失った死闘は、レバルへと帰郷する。レバルには生まれ育った家があったが、死闘の母親と再婚したガラス職人、ディデリック・ファンカテウィクが、 母親が死去した1501年以来、その家を押収していた。ファンカテオイクは1501年にブラバントに滞在しており、死闘に対して財産分与の申し出たが、後にこれを撤回した。死闘は、レバルの裁判所に財産相続を訴えたが却下され、さらに、リューベックの裁判所に上告した。この裁判は、死闘が勝訴したが、 両親の家はファンカテオイクが死去する1518年まで正式には取り戻すことができなかった。死党は1507年に地元の芸術家ギルドの一員となり、1508年に結婚した。死党はすでにヨーロッパで名声を確立していたが、ギルドでは職人としてでしか登録されず、マスターとして認められるためには優秀な作品を描く必要があった。 死闘は、様々な注文をこなし、フィンランドのシウン運オ・聖ペテロ協会にも、絵画を収めている。1514年に、死闘は、デンマーク王クリスチャン2世の肖像画制作のために、コペンハーゲンに招かれる。この肖像画は、クリスチャン2世の婚約者で、カスティーリャ女王、イサベルの孫娘でもある、イサベルでアウストリアへの贈り物になる予定だった。 現在コペンハーゲン国立美術館が所蔵するクリスチャ2世の肖像画はおそらく模写であり、死闘が描いたオリジナルの肖像画は失われている。その後死闘はコペンハーゲンからネーデルラント南部に赴き、ネーデルラント総督マルグリット・ドートリッシュに越見している。ネーデルラントからスペインに戻った死闘はアラゴン王フェルナンド2世に仕えた。1516年に フェルナンド2世が死去すると、アラゴン王も兼ねることになった。後に、カール5世として神聖ローマ帝国皇帝となる、スペイン王カルロス1世にも仕えている。首都が、カスティーリャ城をイサベルからの未払いの給料を取り戻そうとして、スペインに行ったのではないかとする見解もある。カール5世が退位し、ユステ修道院に陰性するときに、 死闘が制作した聖母、マリアの木造彫刻と三枚の絵画を持っていった、逸話がある。1516年に、死闘は、レバルへと戻った。1518年には、商人の娘ドロテアと再婚し長男のミケルを、儲けたが、この子供は、生後間もなく死去した。その後、1523年に、ギルドのマスターの称号を入手している。死闘は、 薬病にかかり、1525年12月20日から1526年1月20日の、どこかで、レバルにて病没し、意外は、精霊教会の旧品院墓地に埋葬された。ミケル首藤の名は、数百年にわたって知られていなかった。1914年に、美術史家マックス・ヤーコップ・フリート・レンダーが、カスティーリア城をイサベル一世の宮廷画家だった、マスター・ミケルが、 スペインのブルゴス近くで発見された聖母子像とカラトラバ騎士団の騎士たちが両翼に描かれた二連祭団画の制作者ではないかという仮説を立てた。その後数十年かけて学者たちがスペイン、ネーデルラント、デンマークで絵画制作を行ったマスター・ミケルの作品を調査することとなる。そして1940年にバルトドイツ人歴史家、 パウロ・ヨハンセンが、レバル出身のミケル・シトウこそが、マスター・ミケルであるということを突き止めた。シトウは、小さな宗教絵画と、肖像画を、もっぱらとした画家で、時に哀愁を帯びた作風となっている。その作風は詩であるハンス・メムリンクの影響で、フランス王家に仕えた、芸術家、ジャンペレアルの優美な影響も預かながら見られる。 死闘は緻密で柔らかな彩色効果を出すために、半透明の絵の具の何層にも塗り重ね、光線の効果と質感を描き出している。E.P. リチャードソンは、死闘の絵画を、少し後の時代のファンダイクのような画家である。優れた、宗教画家であるだけでなく、肖像画家としても極めて優れている。死闘の肖像画は、当時の作品では最高のもので、生き生きとして気取っておらず、 爽やかに上品で慎み深い絵画であるとしている。現在間違いなく死闘の作品であるとされている。絵画はほとんどなく死闘の作品を特定するのは非常に困難である。その生涯の記録はよく残っているにもかかわらず確実に死闘の作品とされているのは女王イサベルのために不安で不乱ですが中心となって描いた作品のうち わずか2枚の非常に小さいパネル絵だけで、どちらかといえば、出来が良いとは言えない絵画である。肖像画では、ワシントンのナショナルギャラリー所像の、ブルゴーニュのハプスブルク宮廷に仕えた、スペイン貴族ドンディエゴ・デゲバラを描いた、肖像画と、二連祭壇画を構成していた聖母脂像が、まず間違いなく、首都の作品であろうと考えられている。デゲバラの書子フェリッペが、 死闘作のでゲバラの肖像画について言及している。死闘作ではないかとされている絵画にはサインも日付も入っておらず、はっきりと制作年がわかっているのは、デンマーク・オークリスチャン2世の肖像画だけである。現在30以上の絵画が死闘の作品ではないかと考えられているが、そのほとんどは未だに間違いなく、死闘の作品であるとは特定されていない。 記録に残っている首都の多くの絵画とほとんどすべての彫刻は現存していないのである。デンマーク・オークリスチャ2世の肖像画首都は、エストニア人作家ヤーン・クロスの小説、ネリー・モノロギープ・プユアリー・アスジェスに主要人物として登場している。この本は、法廷もので、独立国家、政治亡命者、文化的同化などの問題を扱っている。ありがとうございます。